はい、こんにちは。ガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。ちょっとね、パソコンも新しいねモニターが入ったんで、すごくね作業がしやすくなってます。で、今日は、とうとう祭りの始まり、岩床のまず産卵日の水中を覗いちゃったということで、岩床祭りの2回目ですね。今日からのは、さらにあの日から何日か経った日の産卵日なんですね。今現在この今日編集している日までで考えていくと、おそらく今年最大の産卵日だったと思います。で、そういったこともあってちょっと個体数がね多くて、今回の画像をちょっとねざっと見た感じ、ちょっと整理をしてみたんですけども、36回岩床のまずに出会いました。で、大体動画を撮影した時間が40分ぐらい前後だと思います。ちょっとまだね正確には計算してないんですけども、それぐらいの潜水時間で36回岩床に会いました。ただやっぱ同じのにもね出会ってる可能性もあるんで、まだその辺画像ね整理してないんで、ダブってる個体もいるんかなというところなんですけども、それでもね相当な数出会いました。で、今日はその中から、基本的に岩床ナマズだと分かるようなね、通常のカラーのね、個体を、の動画をね、集めたやつを紹介したいと思います。ということで、その産卵日に、岩床ナマズがね、どんな感じで泳いでたのかっていうのを見てもらえると、なんとなくイメージが伝わるんじゃないかなと思います。もうね、動画をどんどん切って編集して、とにかく魚が現れるところからね、順番にババババババッとこうくっつけたんで、くっつけたところでまだくっつけてないんですけども、今からその作業をするんで、見てもらえると嬉しいです。それではどうぞ。はい、というわけで早速ね、潜水しているシーンなんですけども、ひとまず、今回も素潜りで、ボンベをつけずに潜ってます。で、ここもやっぱ浅いところをね中心なんで、あ、早速今いたけど、行っちゃいましたね、はい、この辺も浅いところですね。はい、いました。で、これがもう岩床ナマズです。で、前回に続きね、いるんですが、ちょっとね前回よりも濁りが入ってます。なのでちょっとね鮮明に映ってるかどうかね、ちょっと心配だったんですけども、なんとかね、お魚の様子は分かりますよね。また来ましたね。はい、でも、これライトの当て方と、この泳いでる人のね、動きによって、ナマズがね、すぐ反応しちゃうんですね。また来ました。これ4匹目、5匹目です。これ2匹一緒にいますね。行っちゃった。なので、これアプローチの仕方で、簡単にね、接近できる個体と、もう出会った瞬間にねピャーンとねこう行っちゃう個体といるんですね。これは別に性格というよりも、近寄り方ですね。こっちのアクション次第で、全てが決まるという感じですね。これも言いましたね。これはちょっと追っかけたんだな。これ背後に回るとね、どうしてもね難しいんですよね。ピャーンって行っちゃうんですけどね、こう背後に回らずに並走するとうまくいくんですけどね背後に回るとね、どうしてもねちょっとしたアクションでねピョーンってね、そんなもう跳ねるようにねいなくなりますね。で、これ結構でかい個体だったんですけどね、これ多分この日マックス個体かなんかでね、もう60センチぐらいあったんですけど、岩の中に入っちゃってね、でこれ岩の中覗くとちょっとね魚体が見えるんですけどね、見えるかな、あ、映ってますね、ちょっとねだけど、出てきませんでした。この後すぐね多分出てきてるんですけど、諦めましたで、ここ昔以前なんかの時に一回潜ってるんですが、もう岩床ナマズなんてね一匹もいなかったんですけどね、やっぱ条件が来ると個体数が多いですね。で、今もね頭から突っ込んできたんで、これもねどう動かなくてもね絶対反応してねどっか行っちゃうんですよね。なのでもうこっちの近寄り方次第で、
うまくね撮影できたりできなかったりと。でこれはタモアミネもね救う時にもちょっとこれはねもうあえて言わないんですけど、いくつかコツがあるので、まあ、今回タモアミネ持ってないのであれなんですけどね、簡単に救える方法があって、まあ、この日だったらねもう30回でやってれば10匹15匹ぐらいは多分取ったかなっていうぐらい、とてもね捕まえる方法があるんですけども、まあそれはね皆さん自分で考えて取ってもらいたいねこれちょっとねなんか黄色っぽいイメージがある、まあ、ちょっと薄い色にしてますよね。まあこんな個体もねいますね。これも一生懸命追っかけたんですが、なんか他のやつがね、視界に入ったんでもうちょっと諦めたんですけどね、その他のやつもどっか行っちゃってね、2匹追うとね、うまくいかないっていうこともありますね。と思ったらねまだ来ましたねと思ったらもうまたこれ違う答えが来たんでね、もうどっちを追おうかなってね迷っちゃうぐらいね本当に答えを追うってね、もう多分10匹ぐらいは現れてますよね。本当にねヒゲをうまく使ってね、障害物に当たる寸前で頭をねクッとね方向を変えてね綺麗に泳いできますよね。まあ実際にこう岩にぶつかるなんてことはねないですからね、まあ、もちろん魚なんでねそんなことぶつかってたらね、たまったもんじゃないですけどね、やっぱり泳ぐの上手やなって思いますね。今ねすごいの見ましたけどね、あこれかな、うん、これちょっと色薄めですね、なんかレモン色みたいなね、まあ、これは僕の中では弁天とはね言わないんですけどねまあこんな綺麗なやつもいましたね。これはどっちだろうね、うわもう見えないな、オスかな、割とね小さかったんですよね、30センチぐらいですね。うっとってくる浅くてもねやっぱね潜るって追っかけてくるね、泳いだり足動かして手動かすんでね体力使ってね結構苦しいですよね。まあ、こんな感じでね次々とねイワトコナマズが現れます。あれもそうですね。で途中、まあ、ブラックバスもねちょっと映ったんですけども、前回のね、岩床がいないとき、今見ましたね、いないときに比べると、ブラックバスブルーギルがね、ほぼいないという状態でね、なんか不思議やなっていう感じですね。これは、あえてね、足ひれに来たんでね、ツーンってつついたらね、やっぱりね、逃げますね。で、こんなんできるのもね、ちょっと個体数が多いんでね、まだいるやろうっていうね、推測ができるんで、こうやって遊べるんですけども、まあ、少ない時はね、あんなことしてらんないんでね、一生懸命ね、逃げないようにやるんですけども、あ、今、濁いがいましたね。で、これまた違いはどこです。ふらふらしてましたね。もう多分20匹ちょっとぐらい多分映ったんじゃないかなっていうところです。まあ、こんな感じで岩戸くんはね泳いでいるっていうことを見てもらえると嬉しいです。はい、いかがでしたでしょうか。割と1年を通じて年間で、大きな産卵日だったんで、その中から、まあ、通常の、まあ、一般的な岩戸くんナマズのタイプですねを紹介しました。でこれでも多分結構な数映ってるんじゃないかなと思います。で先ほども最初に言ったように36回か7回ぐらいね、岩床ナマズと出会ってるんですけども、まあ、一瞬映ったのも入れてですけどね、いました。でなので、またこれから次回、そしてその次と、すごいやつらが登場します。で、まあ、予告で言ってしまうと、次は、何かというと弁天岩床ナマズをね水中で追いかけてみるっていうね岩床祭りシリーズの3ですねを紹介したいと思います。なので今度はね、ちょっと黄色が濃い
タイプですね。ただ、まあ俗にパンダってね言われるようなね、ちょっと黄色と黒もね、混ざってるタイプがほとんどなんですけども、まあ、彼らが泳いでる様子というのをね、自分の中ではねそれなりに映せたかなと思うんで、またそのあたり見てもらうとね、うわ、こうやって黄色いナマズが泳いでるのかと見てもらえるんじゃないかなと思います。でその次がさらにすごくて、イワトコナマズの産卵シーンを水中で撮影しちゃったということでね、イワトコナマズシリーズの4ですね、が登場しますので、また楽しみにしてもらえると嬉しいです。ということでちょっとねイワトコナマズのねが連続してしまうんですが、たくさんイワトコナマズをね知ってもらって、これでもかってねいうぐらい見てもらいたいんでまあこれを機に紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみにお待ちください。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた、チャンネル登録よろしくね、よろしくお願いします。宣伝してください